今回はですね、レアなアークを使ってバトルしていきたいと思います。こちらなんですけど、1個しかない超レアなんですよね。エンマのアーク、ヤシャ悟空ということで、ヤシャエンマとバトルできます。1回しかバトルできへんのよね、これ。リセットマラソンとかできなさそうですよね。一度使うと消えてしまいますと。ほい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 、一回しかバトルできへん。ヤシャエンマが、これ仲間になったらかなり熱いけど。どうなん？いきなりヤシャエンマとバトル。すげえ。ストップウォッチングでヤシャエンマのステータスチェックしときまーす。ヤシャエンマレベル40。レベル 40! ちょっと低め。ほうほうほう。HP が603。バカ弱え。爆絶弱え。マジか。得意苦手特になしか。これは普通にバトルして戦えそうですね。これ主典道ですか。超刀狩り。ヤッシャエンマのちょっと様子見てみたいな。どんな技使うんだろう。昏睡状態とかなってくれたらいいのにな。グレートか。鬼しぐれを見してやる。もう勝てそうだぜ。鬼しぐれバヨーン。特に昏睡するわけでもなく、なんかドロップするとかかな。レアアイテムドロップするとか、そっちかな。はい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 。これはヤシャヒョウエンブなんですかこれ。なんかアイテムか、ダメージアップ系のアイテムか。わ、すぐ戻ってきた。バトルだけみたいな感じなんやね。ちょっと待って、チェックしてみるわ。持ち物は星4のアイテムってことか。二対の竜がその身を返じたと言われる双剣。だから羅刹紅花がモチーフになってるってことが、青いブレードとオレンジ色のブレンド、それぞれが強力な炎と霊気を宿しているんやで。これ使ったらだからダメージ115ぐらいってことかしら。で、他の味方全員が気絶中腕力アップ中古どれですね。近接武器。これをさらにさ、パワーアップしたらもっとダメージアップってことかな。ちなみに婚活で見てみましょうか。装備のカスタム。装備強化で、さっきのこのヤシャエンなんとかなんとしたら、破人ヤシャ表演部。あ、でもそこまで変わらんくない。能力がプラス165だって。はー、星が5になるんですね。ヤシャエンマのボスコンが必要。30個。で、Sランクの持ち込んだって。ヤシャエンマのボスコン30個って、どこで入手できんだ、これ。マジかよ。せっかくだから、ゴッドサイド妖怪とのバトル行ってみようか。これっすね。神王のアーク、悟空。アークの扉を開ける不思議な鍵で、特別なゴッドサイド妖怪と戦えるってことなんで、根っこをバステッドとかどうバトルできるってことだよね。一回使ってみまーす。これも消費型。はい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 。いきなりバトルパターンっぽいですね、これも。違うマップとかに行けたらかなりテンション上がるんやけど。猫をバステトに天狗を久山。そしてカッパを佐五城ですね。一応レベルどれぐらいか見ときましょうか、と。これもレベル40ぐらいか。そこまで強くないですね。だから結構序盤でも、神王のアークとか、全然使って良さそう。全然倒せそう。洞穴先生が、洞穴が、亀裂しかかっとるわ。昏睡にはならんかな、さすがに。さすがに昏睡にはならないっすか。いいね。気分が乗らないわ、で。多分これ仲間にはならんけど、コンとかアイテム装備ドロップするパターンの気がするね。剣心アマテラスのゴッドコンとか、つくよみのゴッドコン、さらに草薙も。草薙は星さん、ひょいー、いろんなコンドロップするんや。なるほどね。もう一回だけ行ってみようか、神王のアークを使って。ゴッドサイド妖怪レベル40だからあっさり倒せる。ワン、なんか武器を結構強化するのにいろんなコーン必要になってくるよね。アマテラスとか
つくよみとか仲間にできたらいいんやけどな。行ってみましょう。誰使おうかな。主天童子がいいかな。いや、ちょっと待って。久しぶりに、夏目使ってみるか。鬼姫、あ、間違いない。鬼姫。鬼姫、鬼姫。まあ、もう、なんて。鬼姫に変身。よっこいしょー。覚醒。主家の力を。鬼桜で、殲滅。やっぱり昏睡にはならんな。よっしゃー。あとは何のアイテムドロップするか。カモン。およよよ、これすごない。清純つくよみ星3。これはつくよみの妖怪アーク連動したらゲットできるやつやんね。結構いいよ。しかも検証アマテラスのこれ武器もドロップしたんじゃん。草薙は草薙スサノオのやつやったっけ。なんせめちゃくちゃいいアイテムドロップしてくれるね。ほえー。ちゅうことで、ゴッドコンドロップしたりとか、あと装備いろいろドロップしてくれるちゅうことでですね。清純つくよみだよね。賢者アマテラスのこの杖は、プラス56なんだよね、ダメージが。で、この、清純つくよみに関してはダメージカットみたいな感じで、ダメージ60ぐらい半減みたいな感じでしょうか。素敵な出会い、なんなり、身だしなみは、出会いの第一歩です。はい。草薙も、これ、さらに強化しようと思ったら、真剣草薙なんやけど、スサノオのゴッドコンとか、バステトのゴッドコンとか必要になってくるんですよね。なるほどなぁ。清純つくよみとか強化すると、真純つくよみとかになるね。プラス93。ダメージ軽減するということですね。これもクラマのゴッドコンとか必要になってくるか。はーい。